桜坂46のライブブルーレイ DVD、サードイヤーアニバーサリーライブアットゾゾマリンスタジアムが5月15日、水曜日にリリースされる。ライブ DVD は、昨年11月末にゾゾマリンスタジアム開催されたグループ結成3周年ライブで、桜坂46にとって初のスタジアムライブ、会場の最高動員数を記録するなど、様々な記録を打ち立てた記念すべきライブで、1期生、羽生瑞穂の卒業セレモニーも収録したデー1、4年目に向かって打ち出していく演出となったデー2とフルボリュームの内容となる。数量限定の完全生産限定版はボックス仕様となっており、両日の映像に加え、ライブに向けての様子やリハーサル、当日の裏側などを追った特典映像が収録となる。映像作品化が望まれていたもので、ファン垂涎のアイテムとなること間違いなし。なお、桜坂46は現在、桜坂46フォースアリーナツアー2024新桜前線 Go on Back を開催中で、6月には追加公演となる東京ドーム 2days を発表したばかり。新体制となってどんどん勢いが増していく桜坂46から目が離せない。